はい、こんばんは。10月10日本日第311回のしゃべくり松代の時間です。本日パーソナリティをお務めさせていただきます西澤です。よろしくお願いいたします。昨日おとついと第61回真田十万石祭りがありまして、真田丸でにぎわう松代町が最高ににぎわった2日間でした。お天気もね、かろうじて雨ポツポツした時もありましたけど、かろうじてお天気も晴れて、なんとか盛大に、お祭りが行われたわけですけれども、そんな、松代町から今日はもうね、皆さん真田家といったらもう信繁しかいないと思ってらっしゃる方もいませんか。そんなことはないですよ。はい、真田家にはね、やはりお兄ちゃんの信行がおります。やっぱり私たち今この松代に住んでいるのは、実は信行お兄ちゃんのおかげなのかなっていうところで、今日は、初代藩主真田信行の実像に迫っていきたいと思います。私は歴史は苦手なので喋れません。お話ししていただく方をご紹介したいと思います。秋祭り実行委員会の副本部長の八田晋三さんです。こんばんは。八田さん、今日はよろしくお願いいたします。もうね、真田祭りもね、終わりまして、いよいよこれで真田丸も佳境に入ってね、だんだんまた真田家のねお話も深まってくるところですが、信行お兄ちゃんはドラマの中ではね、たびたびちょっとなんか寂しい感じの場面が多かったんですけど、あの犬伏のあたりからぐぐっとこう頭角を現してきたかなと思うんですが、実際に信行お兄ちゃんはどんな感じだったんでしょうね。私の感じでは、こう住んでる町のみんなもですね、意外に信行さんのことを存じ上げてないというような印象なんですね。で、それはあんまり派手なパフォーマンスだとかそういうことをおやりになった方ではないので、非常に分かりづらいかもしれないけれども、実質はすごい方なんだよということをもう少しよく認識して、もうちょっと強く訴えていきたいというのが、こう私ら松代のものにとってですね、今うんと大事な時かなというふうに思っております。なるほどね。そうですね、はい、その信行の、まあね、人柄をちょっとね表すような句がここにあるんですけれども、これは実際に信行が読んだ句なんですよね。はい、そうですね、はい。西へチロリ東へチロリ、暁の明星のごとき我が身なり、はい。まあいずれにしましてもですね、はい、真田を真田家を継続させたいと、うん、まあ戦争やってた時も、うん、戦やってた時もそうですけれども、うんうん、まあ平和になった中でもですね、うん、なんとか生き延びていこうという時に、まあ犬伏の別れということで、はい、親子兄弟が、はい、全然別な道を分かれて、東軍そして西軍に分かれて、そしてどちらかがその真田を残せるということで、やったんですけれども、まあ、信行がついた東軍が勝ったと、関ヶ原で、はいはい、でそれで、こう行くわけですけれども、うんうん、まあその中でやはり西へチロリっていうのは西軍の、うん、秀吉側の方へもいろいろ気を使わなきゃいけない、うん、そして東の東軍のですね家康の方にも、気を使いながら、うん、でこう明星っていうのはこう暁も宵の明星もあるわけですけど、ずっとこう暗い世の中を照らしながら、うんうん、こう両方に気を使いながらやってた、うん、そんな明星に例えて、うん、自分もこういう暗い世の中だけど、うん、なんとかずっとそこへ気を使いながらやっていくぞという決意だったのかなという、うん、そんな感じがするんですけど ね、 決意のこれは苦だったんですね。決意であり、一生考えてみたらどうもこうだったかなという、うん、そんな感じかと思うんですが、ね、
まあ、弟である信繁はね、その大阪で名前を残しましたけれども、はい、まあ、やはりの信行はそのやっぱり真田の家名を残すというところに命をかけたわけですね、うん、それにはやはりあの信行だけではきっと成し遂げれなかったんではないかと思うんですが、その真田家の礎を築いた、まあ、奥さんの小松姫とのやっぱりエピソードも大事かなと思うんですが、うん、まあ、あのその前にね、はい、今おっしゃった、うん、その真田っていうのが、まあ、名前を挙げた、うん、もう日本全土に知れ渡るほどの名前を挙げたのは、うん、真田信繁に間違いないと思う。弟ですね。弟ですね、はい、うん、日の本一のつわものと言われる、はい、そういう働きをした、うん、でお父さんがね、うん、実はやはりすごかったんですね。正幸ですね。正幸さんね、はい、草刈さんがドラマでやってらっしゃる、はいはい、でその方がですね、武田信玄のところに、はい、武田信玄はこの界隈随一の、うん、強い、大大名で、はい、まあ信長も、うん、徳川家康も、うん、北条も、うん、みんなひれ伏すほどのものだったんですけれども、うんうん、その方のところに30年近くも故障でずっと近くに禁衆として、いたもんですから30年、武田信玄の戦い方の凄さや、そしてあの地産地水って言いますか、うん、こう民政だとか、こうどういうふうに領地を治めるかと、うん、そういうことについてはうんと学んでたんですね。でそれを一人の信繁の方には戦いの方をうまくこう教えてやったし、うんうんうん、信行の方には彼が北条の戦の後、うんうん、まあ、約沼田の藩主に、はい、させてもらうんですけど、はい、秀吉から、はい、でそれから約20年ちょっと沼田の藩主としてですね、うんうんうん、ずっとこう、うん、まあ領地をちゃんとうまくやってき、はい、たという、ね、そういう治めてきた、うんうん、でそういうことの、うん、その教えもですね、うんうん、武田信玄流父親の正幸からしっかり教わって、うん、でやったという、うん、そういうことがあったと思うんですね。で、うん、まあその関ヶ原があった、うんうんうん、まあ、結果的に信行がついた、うん、徳川が勝ったという、うん、この中で、うん、まあ、信行はどうしてもそのお話の小松姫と、うん、結婚して、うん、でやはり徳川方につきたいというそういうこともあったので、うん、どうしても、徳川がついて、うん、で当時の戦いの見方としては、はい、正幸と信繁がついた西軍の方がずっと勢力からいって強そうと、うん、こういう状況だったんですけど、うんうん、正幸もずっとそうだと思ってたんだけど、うんうん、結果的には東軍が勝った、うんうん、でそれのいろいろの中でですね、うんうん、勝ったあと、うん、この奥様の小松殿がうんと支援してくれて、うん、で、まあ徳川方でもですね、家康は非常に信行のことを可愛がってくれてたんですけれど、そうなんですね、うん、秀忠ですとかね、うん、はい、やられちゃったやつとかは、うん、非常に真田はけしからんと、うん、こういう思ってたところ、うん、その小松姫殿がいろいろこう徳川方を説得して、うんうん、なんとかこう信行が、うん、徳川方で生きていかれるようなですね、うんうんうん、そういう道をいろいろこう難問が降りかかってくるんですけれど、うんうん、その都度やってくれたという感じなんでしょうかね。なるほどね、うん、そうするとあれですね、正幸お父さんから信繁、信行といろいろ役割がやっぱりね、うん、あったわけですね、うんうん、で結果的にね、うん、信行は、うん、まあそういう勝ったもんだから、うん、沼田のほか、うん、今度は、上田城も、うん、はい、お前に領地をくれてやるということで、はい、上田に、うん、収まって、でやってて、うん、それで8年後にですね、今度松代へ、元和8年と
いう時に、はい、まあ、1622年ですか、うん、ですね、で、まあ、移封して来られた、はい、こういうそういう状況ですけれども、まあ、結局それからのですね、うん、町郎をどう治めていったということについては、うん、まあ、上田や沼田のそういう、うん、いろいろからの家来も連れてこっち来たということなんですけれど、いろいろその、もうその町郎来る少し前に小松殿は亡くなられてしまったんですけれど、そうなんですね、はい、あの、まあ、小松殿のいろいろお力で、うんうん、こうそこの町郎をなんとか収めていけるようになったよと、うんうん、でいう感じでしょうかね、うんうん、でその時に、武田信玄信正幸さんのいろいろ薫陶による、うん、こうどういうふうに領地を収めるかということについても町郎でこう実験しながらどんどんどん進めていったということがすごかったかな。で信幸さん非常にあの、うんうん、パフォーマンスはおやりになる方じゃなかったんだけれども、うん、そうですね、弟の方は ね、うん、そうね、もうボーンって感じですけどもね、だから、うん、あんまりそういう意味では有名なことはそんなにおやりじゃなかったんですが、うん、なるほど、ただ、普段のですね、うん、その地産地水って言いますか、うん、そういういろいろこう、うん、ことだとか神殿開発やなんかのことと同時に、うんうんうん、こう毎日毎日こう領地をですね、うん、自分自身で見て、うん、その検知をしたりいろいろなことをやって、うん、でご家来やなんかとも非常にこう事細かく毎日のように接触して、うん、こうやってこられたいうことがあるみたい。やっぱりそのね、なんだっけ、真田の亀を残すぞってなって、うん、ね、もう信繁の思い、お父さんの思いを全部一身に背負って、なんとかこの松代をどこすぞっていうね、その気概に満ちてたわけですね、と思うんですね、でね、うん、まあ、たまたまその大阪冬の陣というか夏の陣の頃、うんうん、彼が信幸さん京都に、うん、はい、まあ、家康のところの先陣のところについてて、でその関係でですね、うん、小野の通って方で、はい、まあ、当時の非常に有名な女性のようなんですけど、うんうんうん、その方と非常にこう実婚というか、うんうん、いい仲になられたみたいで、うん、ドラマにも出てましたね、うん、なんか本当は自分はもっとそっちの世界へ行きたいと思いもだいぶあったみたいですけれど、うんうんうん、いや俺はその父や信繁といろいろ約束したように、うん、どうしても真田の亀を残さないから、うんうんうん、で今松代藩の領地をもらったからには、うんうん、ここどうしても守り抜かないといかんということをまた心に思い直してそれでお父さんの気持ちを振り切って、うん、振り切ってこれを松代を着てですね、その時に56歳ぐらいで着てるんですけど ね、で93歳まで頑張り抜いた、ね、で、まあ、これはやはり毎日毎日非常に、愚直におやりになったと思うんですね、したがって、うん、あんまり有名な史実というものはないと思うんだけれども、うんうんうん、しかし私たち今その現代の政治状況やいろいろ見てますと、うんうんうん、そのガバナンスということが非常におろそかになってて、ダメだというのを見るにつけ、信幸さんというのはすごくガバナンスが良かったというふうに思うんですね、で領民も大事にして、領民住民ファーストというような ね、 ね、今最近いろいろ言われてる、うん、そういうことについてしっかりおやりになったなと、いうふうに思っている、もう部下にただ任せておくだけじゃなくて、うん、自分で先頭になってやった、先頭になってね、で、うん、だから結果的にそのことによって、うん、それから250年、うん、町代藩がずっと続いたという礎は、うん、私は信幸さんの力だと、うん、でこの町代藩にいろいろ残ってるのは、うん、多分日本に他にないということから見て、うん、日本のレガシーという感じに言ってもいいんじゃないか、なるほど、それの元は信幸さんだなというふうに思ってます、うん、ね、もう江戸幕府の時に、大名が戦国大名が146家あったのが江戸末期には33家しかなかった、うん、それだけもうね、ちょっとでも怪しいことがあるとすぐね お通り潰しみたいになって ね、その中でまあ、いろんな危機もあったけれども、信幸がやっぱり愚直に頑張ったおかげで、うん、
残って、その信行が残してくれたお宝が今松代にいっぱいあるわけですもん ね、うん、そうですね、その一部が、まあ、真田宝物館にもあって、ね、はい、本物が松代にはたくさんあるという、はい、まあ、真田丸もこれでね佳境に入り、真田十万石祭りも昨日終えましたが、それ以外にも松代にはまだまだねレガシーがたくさんあります、うん、はい、それをうんとね、しっかり、うん、しっかりなんか大きくしていきたいですね、うん、そうですね、まあ、正幸、信繁、信行親子のね、やはりその役割分担というところもね、まあ、その個性を生かすというところでも、もしかしたら現代の今私たち学ぶべきところがたくさんあるのかなというふうに思いました。ガバナンスとレガシーってね、なんかこれが新しい地域づくりのなんかキーワードのような気がします。はい、そんなことで信行からまたねいろんなことを教わって、松代がますます発展していけばいいかなというところで、また皆さん松代に来てくださいね。ということで八田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、素晴らしい、やっぱり八田さんは、ね、すごいよくご存知で、すべてね、もう先日もね、佐久間象山のね、お話伺って、うん、素晴らしいと思ったけど、またね、うん、この信行のこともね、素晴らしい、そう、引き続きね、またお聞きしたいですね、うん、そう ね、またちょっとチャンス、ねね、そうですね、やらさせていただければね、いいね、1ヶ月に1回ぐらいね、ぜひね、いいね、いいですね、ぜひまた、でも大変かもしれないよ、勉強しないと、もう。八田さん、頭の中頭の入ってない。あ、そうか。ということで、いや、違う。ん？何？パーソナリティが大変だよ。ああ、なるほど。パーソナリティがね。そういうことで。ご苦労さんです。はい。まあ、一応ね、はい。はい。10月15日、はい、ね、これ2つ、同じ10月15日なんですけどね、はい、片方はね、マッスル地震観測所。施設見学会っていうのをやりますね。私ね、去年一昨年行ったな。行ってるでしょ、うん、今回もね、またやるということで、午前と午後と2回に分けて入場料無料、はい、ね、でも予約をしていただかなきゃいけないね。予約していた、ね、ぜひね、行っていただきたいねと思います。よろしくお願いします、はい、それともう一つ、はい、先週もやりましたけど、そうですね、響きつないで、はい、ピヨピヨ寄せ、はい、ね、これも第9回目ですけれども、これもね、10月の15日土曜日、ね、1時からやりますんでね。ポスターも大きくなったんですか、うん、500円会費ね、入場料500円という形で、マッスル文化ホールでやりますんでね、はい、ぜひまた参加いただければいいかなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、はい、さてさて、はい、来週はです ね、ちょっと大変なことですよ、大変ですね、うん、宮坂さんなんだけど、はい、何をやられますかね。ね、しゃべくり祭りやります正解、はい、正解、はい、はい、で、どういうことをやるんですかね。ちょっとね、こう読まれたの。読んで。ね、第1回の長野市ね、ぶどう町議会のね、設立式典のね、うん、ところにぶどう祭。ね、ぶどうって巨峰じゃないの、ね、間違いないね、うん、はい、で、どういうことやるの。設立の式典だよ、うん、それで、あとね、ぶどう祭はね、うん、どこと何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 とやってたっけ、まあ、分かんないね、それはね、まあ、その時滝沢さんに聞けばいいね、来週にはお聞きするんですよね。そうですね、はい、武道ですよ、武道、はい、だから柔道、剣道、合気道、うんうん、まだあるね、ね、うん、あるね、あ、それでね、9グループがあるらしいよ。あ、そう、うん、それとね、うん、なんか聞くところによるとね、なんか相撲もね、入って10団体が来るらしいです。相撲も入るらしい、うん、間違いかもしれないけどね、うん、はい、まあ、じゃあそれはお話を聞くということですね。全部はね、やるらしいですよ、今度会長さんになったってね。そう、滝沢さんがね、会長さんでね、はい、だいぶご苦労いただいたみたいですよ。あ、そうです。でね、長野市にはね、うん、こういう団体がね、ない、うん、で、これはね、初めてらしいです、うん、あ、そうか、そんな話もね、ちょっと、うん、やっていただくの、していただくんですが、ね、あ、了解です、皆さん、俺よく分かんなくてあんまり突っ込まないで、はい、大丈夫、大丈夫、はい、ということで、じゃあ来週は、はい、ね、滝沢さんもう一回して、そうです、はい、長野市武道祭の開催という形でね、お話聞きますね、ということで、はい、はい、じゃあ来週のしゃべくりの夏をどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。それから松代、また見たね。